どうじゅす。二日酔いの中、頑張っていこうと思います。はい、今日はですね、リトルビッグのラストデリバリーです。もう秋冬が終わってしまいますということで、最後のデリバリー来ましたので、ご紹介していこうかなというふうに思います。今回入ってきたのは、アウターとセットアップですね。アウターとセットアップです。で、アウターもですね、まず二型入ってきました。このブルゾンですね。はい、ヘリンボーンのすごい。これめっちゃ生地いいんですよ。まあ、後でまた着ながらね、説明しようと思います。ヘリンボーンのブルゾン。そして、はい。お待たせしましたと。チェスターコートですね。チェスターコート。はい。これね、めっちゃかっこいいんですよ。チェスターコートです。はい。生地もいいし。はい。と、セットアップですね。はい、こちらのダブルの、ブラックとワインですね。まあ実はよく見るとこれグレンチェックになってるんですね。近くで見るとグレンチェックになってます。はい。はい、これの、まあ一応ジャケットとセットのパンツ。もうこれ間違いないから、マジで。はい、という感じでね、ちょっとこう、見てください、これ。この並び。大人っぽいね。ちょっと艶っぽい感じが出てると思います。結構今季のね、イメージもちょっと合ってる感じのこの並びかなと思いますけども。はい。早速ね、着て、紹介していきたいと思います。ブルゾン着てみました。はい。最初に言っておきましょう。サイズ1、お値段6万8000円ですね。サイズ1の6万8000円でございます。どうでしょうか。いや、かっこいいんだよな。あのね、まずね、さっきも言ったんですけど、生地がめちゃくちゃ良くて、何がいいかって、なんか、このカメラ越しで伝わるかわかんないですけどね。なんか伝わりません?自立性があるっていう感じ。すごいね、生地が分厚いんですよ。本当にヘビーな、もうメルトンみたいな感じの、ヘリンボーンの生地でですね、すごい張り感があって、この立体感はわかります?ね、ちょっとなんかボコッと自立性がある感じ。なんとなく伝わりますかね?動画越しでも。やっぱね、これはなぜかっていうと生地がすごい、あのね、結構肉厚で、むぎゅっとした感じの生地なんで、すごい。なんていうかな。うん。立体感があってすごい綺麗なんですよ。で、まあ、こういうブルゾンタイプなんですけどもね。だからほら、こういう襟とかもすごい。ふんわりしてるでしょ、ここに。ちょっとこう、ね。ペタンじゃなくて、ちょっとこう、カーブを描いてるような感じの立体感がある。わかりますかね、この辺とか。これやっぱり生地がね、すごい、いい生地で厚くて。それがゆえのものなんですけどもね。でね。なぜか、やっぱね、この辺の肩の感じとかさ、まあ、パッと入ってないんですけどね。でも、この、テーラードの、ね、仕立てのテクニックが、こういったブルゾンに落とし込まれてますよね。で、肩、パッと入ってないんですけど、生地がね、さっきも言ったように、しっかりしてるんで、ちゃんとこう、肩がツンと、こう、カッカッとね、美しく、スクエア型に出るっていうね。なかなかね、こういうブルゾンありそうでないと思いますよ。ここまでなんかちょっと綺麗な、仕立てがいい感じのブルゾン。あんまないと思います、本当に。で、後ろもね、はい、こういう感じで。わかりますかね?これめちゃくちゃいいっすね。あったかいし。うん。いいっすね。で、シルエット的には見てください。まあそんななんかオーバーとかそういうわけでもないし、ちょっと丈が短いかなと。若干丈短めですね。ショート丈かな、若干。っていう感じで、これめっちゃいいっすね。僕も展示会で、うわ、この生地こんな初めて見ましたっていうような、うん。そんなようなね、質感の、すげえいい生地なんで、多分タフですし、ずっと着れるんじゃないかなと。デニムとかと合わせてもかっこよくない?普通に。ね。なんかね、カジュアルに、なんかスイングトップみたいな感じの印象で、どっちかっていうとカジュアルっぽいかなと思いきや、やっぱなんか、全然雰囲気がもっと上品で、かっこいいね。これいいっす、これいいっす。非常に物が素晴らしいなと、思いますね。はい。
あ、このか、袖の辺もいいですね。シュッと。はい。そんな感じで。いいと思いますね。渋い、かっこいい。はい。じゃあ次。コート着ていきますね。はい。チスターコートですね。最初に言っておきましょう。お値段。10万円、サイズ1です。これ、サイズ1ですね。どう？これめっちゃかっこよくない？これめっちゃかっこいいんですよ。わかるかな？これダブルのね、チェスターコード。もうこれ着たらわかる。マジでかっこいい。超かっこいい。何から話そうかな。まあ、まずちょっとこのシルエット的なところから行くと、結構丈長いです、これ。丈長いんで、丈長めなんですよ。ね。僕今サイズ1で、もう膝下行ってるんで、もう丈がね、全然長いんですよ。わかるかな？丈が長いです。で、結構しっかり肩もね、パッと、パッと入ってますんで、しっかりこう肩のラインが出てね、超かっこいいんですよ。なんかね、パッと今、シンプルじゃないですか。シンプルなんですけど、やっぱ仕立ての良さで、真っ向から勝負してる感じがありますね、これは。ああ、よくない？これはね、僕も展示会で、うわ、めっちゃかっけえと思って。なんかまあ、いわゆるさ、その、チェスターコートっていうとね、なんか大学生がよく着てるようなイメージあるんですけど、これはもう全く別物ですね。全くの別物です。このチェスターコートに関しては。もう全然違う。うん。もう見たらわかる。着たらわかる。かっこいいやつだね。生地もいいんすよね。これウールなんですけど、わかるんすかね。ちょっと、起毛感があるね。表に。ま、毛足の短い感じの、ウールビーバーというかね。まあ、フェルトって言うとなんか安っぽいけど、そういうような感じのウールの生地です。ちょっと柔らかい感じの、ソフトな感じの。うん。肌触りとか、着心地めっちゃいいですよ。柔らかい生地が。うん。いわゆるなんかウールのね、スーツっぽい生地とはまた全然違う感じで。ダブルってのもいいんだよな。ダブルもいいね。ダブルでここ、ピシッと。ね。なんかこの上半身だけ見たら本当にジャケットみたいな。ね、ジャケットの、もう、風格があるんですけどね。丈が。いいっすね。これめっちゃ雰囲気あるわ。超かっけえ、これ。今デニムっすけど、デニムとかでね、ちょっと外してもいいし、もうそれこそスラックスで、バチッといっても、もうそれはそれでもう、ツヤっぽい、大人っぽい感じが出て、かっこいいと思いますし。ボタン外したらまたちょっとね。かっこいいね。もうかっこいいとしか言いようがないんですけども。わかりますかね。うん。なんでね、まあなんかチェスターコートとか、なんかコート探してる方いらっしゃったら、めっちゃいいと思います。もうすげえモードな感じになる、これ。めっちゃモード。うん。これはかっこいいね。同じチェスターコートといえどもね、これは着てたらわかると思います。あれちょっとなんか違うなっていう。その辺の大学生が着てるようなチェスターコートと全く一線を隠してるので、めっちゃかっこいい。はい。すいません。かっこいいって連発してしまってますけども。まあでも本当そういう感じです。はい。いいね。はい。肩がいいのかな？はい。じゃあ、セットアップね、着ていこうと思います。はい！バカかっこいいね。サイズ、最初に言っておきます。僕上下1です。サイズ1で、パンツが、3万4千円、ジャケットが7万5千円ですね。上下で11万くらいですか？うわ、これバカかっこいいな。わかるこれ。やばいね。これもう着た瞬間に、うわ、うわって言ってしまった僕がさっき。超かっけえじゃんこれ。やべえなこれ。これ超かっこよくない？わかる？まあいろいろね、ちょっとシルエット的なところで言うと、まあジャケットはダブルで、はい、まあしっかりもうこれ、まあリトルビッグのね、もうほんと真骨頂ですよ、これは。ブランドの真骨頂ですよね、テイラードのジャケットなんで。まあこう、パッパッと。こう、綺麗、美しいね、これね、ほら。めっちゃいい。で、パンツはね、ワンタックのスリムのパンツです。どう？パンツの形もめっちゃええな、これな。まあ、僕ちょっと今、裾直ししてないんで、ちょっとこうね、クッションがあんまり綺麗じゃないっていうのは、ちょっと勘弁していただきたいんですけども、それを、さ、置いておいてもね、一旦置いておいても、めっちゃ良くない？このパンツ。うわぁ。
やべえなこれ成人式これどうすか新成人の皆さん。ねえ、そろそろね、そういう時期じゃないですか成人式どうやっていこうと。いや、成人式青木のスーツじゃダメっしょ。ねえ、ほんと服好きだったらね、やっぱこれで成人式だとバチバチだな、これな。超かっけえもん。まあ、僕今 T シャツですけど、シャツでタイとか、もうそれもバチバチモードで超かっこいいと思います。うわ、これはええわ。いいね。超かっこいい。で、あ、これ僕ワインっていう色の方着てるんですけど、見て、あ、なんとなくわかりますかね。ちょっとあのね、グレンチェックで、遠目で見るとね、一色っぽいじゃないですか。一色なん、単色っぽいんですけど、近くで見ると、ちょっとね、パープルっぽく見えるんですよ。ちょっとね、赤とワインの深いあの色味と、ちょっと黒っぽい、これネイビーですかね、糸が入ってて、ちょっとね、遠くで見るのと近くで見るのと、またちょっと表情というか柄の見え方、色の見え方が全然違ってくるんですよね。こちら黒ですけど。黒もいいよ！黒もいい！黒も。これブラックですけどね。ちょっとまあグレーっぽくも見えるかな。ちょっとチャコールというかね。暗めのグレーというか。うん、こっちもめっちゃいい。こっちもめっちゃかっこいいよ。まあでも、俺的やっぱワインね。こんなんやばいっしょ、歩いてたら。うん。うわーって。俺悔しいよ、多分こんなやつ歩いてたら。かっこいいっつって。あ、めっちゃいいや。これは最高。最高。めっちゃいい。かっこいいしか言ってないけど。はい。ちょっとじゃあこの辺からね、今ちょっとジャストアイディアですけど、コート、チェスターを着てみようかな。まあ、ダブルダブルでちょっとおかしいっちゃおかしいかもしれないですけど、まあ、ちょっと雰囲気としてね。あ、ちょ、これ完全おかしいな。だからパンツとの合わせで見てください。パンツと。いいじゃん。だからこのパンツにこのコート合わせたらこういうイメージですね。あ、いいっすね。めちゃめちゃかっこいいんで。おすすめです。はい、ということで、ラストデリバリーでございました。また詳細は概要欄の方からチェックしてみてください。で、基本的に再入荷の方ございませんので、そこら辺は勘弁くださいと。そんな感じです。では。